じゃあよろしくお願いいたします。で、あのアーナーパーナサッピに入る前にですね、あのさっきの時間帯でやれませんでしたジャーナシールシアーサナの続き、昨日からの続きをやりたいと思いますので、最初アーサナ少しやります。じゃあ昨日の続きですが、そのまず左足伸展させて、その右足のかかとですね、陰部に引き寄せてもいいですが、今回は乗せられる人はこう乗せてみてください。太ももの上に乗せてみてください。で、どれぐらい深く乗せるかはね、あのその人の力量に応じてですから、あの、まあ、目安としてはですね、この足の甲がありますね、足の甲をその太ももの、ね、中心に据えるような感じですかね。ですからこの足の親指がね、まあ、左の太もものね一番端ぐらいに来るところ、その辺を目安にして、それ以上無理やりこうやろうとかね、足首を乗せようとかそんなことは考えなくてよろしいです。で、あんまりこうずれそうな人は無理しないで、かかとを円に引き寄せるぐらいで、まあ、ほどほどのところでよろしいですね。で、この状態から体を前に少し倒していきますが、で、それ辛い方は少しやっぱり膝を浮かしておいても構わないということです。で、そこから右手で足の親指を取って、左手での人差し指で足の小指を取る、ここまでは一緒ですね。で、まずこのような足を乗っけた格好でも引っ張りと緩めをやるところは一緒です。じゃあ息を吸いながら足先を手前に引っ張って、息を吐きながら緩めます。状態は自然にしておいてください。息を吸いながら足先を引っ張って、息を吐きながら緩めていきます。息を吸いながら次は上体を少し反り上げるようにしていって、息を吐きながら足先を緩めながら、体も自然に行けるところまで前に倒して、息を吸いながらまた足先引っ張りながら、顎を突き上げて首の後ろをこう縮めるような感じにしていって、息を吐きながら足先を緩めつつ、体も自然に前に倒して、また息を吸いながらゆっくりと足先引っ張って上体上げていって、次前に倒れる時に手の交差を作って、そのまま前に倒れていった後、さらに息を吐きながら顎を引いていって、足先引っ張りながら背中を丸くして突っ張らせていきます。息を吸いながら足先緩めて、体を前に倒していって、さらに息を吸いながら今度は上体を起こしていって、顎を突き上げる、そして首の後ろを縮める、眉間のあたりに視線を定めてみる。で、息を吐くだになったら足先緩めて、視線はもうずっと固定したまま、眉間を見つめたまま前曲げと反り上げを繰り返していきます。ではマイペースでこの前曲げと反り上げを繰り返していってください。自分の息の長さに従って一息で反り上がって、一息で前曲げに入らなきゃいけないですから、あんまりゆっくりやって途中で息吸い継いだり吐き継いだりしない方がよろしいと思います。で、その次息を吸いながら反り上がっていった方は、その最後の反り上げの姿勢を保持したまま、そこで息を吸ったり吐いたり、反り上げの姿勢の保持を行います。で、息を吐いた時にはちょっとぐらいはあの体緩めてもいいですが、息を吸った時にはさらにこう反り上げて、ですから顎も突き上げて首の後ろも縮めて、さらに眉間の高いところを見てみよう、目を閉じたままでいいですから、高いところを見てみようって、厳しくこの反り上げの姿勢を仕上げていくわけですね。で、次息を吐く段になったなら、ゆっくりと足先緩めて前に倒れていって、で、自然にさらに息を吐きながら足先引っ張って、前曲げの姿勢を完成したなら、そこで息を吸ったり吐いたり、息を吸った時にはギューッと足先引っ張って、背中全体にこうプラーナが満ちた感じ、息を吐く時にはね、少
少しぐらいこう足緩めて体も緩めても構いませんが、また息を吸うときにね、ぎゅーっと引っ張って、普通だったら息を吐いて前曲げを作るところを、息を吸いながらこの前曲げの姿勢を厳しく仕上げていくわけなんですね。で、次に息を吸う段になったら足先緩めて半分ぐらい体を前に倒していって、さらに息を吸いながら反り上がっていって、で、息を吐きながら前に倒れていったら、前曲げじゃなく自然に倒れるままに前傾姿勢ですね。頭をその自分の左足の上に持っていって、で、今は手の交差そのままにしておいてください。それでもう肘どっちもついている人はいいですが、まだ左肘しかねこうついてなくて右肘浮いている人は、息を吸ったり吐いたりしながらね、このついている左肘を少し前に出して、体を少し前に送り出すようにして、右肘をねやや床に近づける。まだこう浮いてますね。で、しばらくまたじーっとしてるわけです。息を吸ったり吐いたりしながら、で、また次息を吸うか吐くらになった時、どちらでもいいですが、左肘をもう少しこう前に出してみてね、前と横にこう張り出すような感じにして、腰から前を少しこう送り出すような感じですね。そうしていって右肘をこう床に近づけてみてやると、いつかこうピタッとどっちの肘もですね、こういう姿勢でつくようになるでしょう。辛い人は足先ちょっと緩めててもいいけども、引っ張ったままね、ということは足の裏かなり緊張してますね。それで吸ったり吐いたりって、この姿勢をずっと保持しておくわけですね。これがジャーヌ・シール・シャーサナの一般的に言う最終姿勢の保持ですね。僕はそこに行くまでに前曲げ反り上げとか、途中での反り上げの姿勢の保持とか前曲げの保持とか入れますが、これでねじーっとしてたらよろしいんです。辛くなったらね、少し足先を緩めたらいいんです。これでもし辛くなっている人はこのように足先緩めますが、そしてちょっと緩めたらね、余裕ができるでしょう。そしたらまた息を吸う段になったら引っ張っていって、ギューッと引っ張ったまま、そしてまたじーっと保持しておくわけです。そして眉間か頭の中心に一点集中する。そのようにやると、アーサナのハタヨガの最終姿勢の保持とダーラナー、一点集中、ラージャヨガの第6番目のダーラナー、それがどちらも成立するわけです。そのようにしてダーラナーをこう続けていって、次息を吐く段になったら手を緩めてもらって、そうして息を吸う段になったらゆっくりと上体を起こしていって、両膝に手を置いて、左足はちょっとパタンとリラックスして、今眉間か眉間の奥に集中していたなら、そこにさらに行念し続ける、ダーラナーし続けますね、数呼吸の間。そうしておいて、例えばこの伸びている左足を持ってきて、足の上、右足の上に上げると結跏趺坐、それから下に敷き詰めると半跏趺坐になりますね。どちらでも構いません。どちらでも構いませんから、そのままで正真端座して、例えば眉間あるいは内容部に一点集中して、ダーラナーし続けるか、息の観察をやる。そうするとアーサナから、もし皆さんが息の観察をやれば、アーナーパーナサピエっていう行法が成立しますし、あるいは単に一点集中、ラージャヨガでいう一点集中、ダーラナですね、を選ぶならば、アーサナからダーラナへ、ラージャヨガのダーラナへという行法になるわけです。ですから、アーサナを必ず息の観察、アーナーパーナサピの方に持っていくか、あるいはラージャヨガのダーラナ、一点集中に持っていくか、するならば、ハタヨガとラージャヨガの仕切り、あるいはハタヨガと仏道修行の中で、まあ、最も基本的なアーナーパーナサティの仕切りがなくなって、スッとつながるわけですね。アーサナをもっと必要とする方は、その右側進展のアーサナもやって、それからこう任意の座法に入って、座りをやったらそれでよろしいと思います。で、座りをやっていて足腰に苦痛を感じたなら、またアーサナ、ジャーヌ・シール・シャーサナばっかしても構わないんです。
ジャーナシールシャーサナとね、このような座りを何遍繰り返す、そういう方法でも構わないと思います。アーサナあんまりたくさん、数はやる必要ありません。丹念に、よほど大事なものを仕上げていく方が賢いですね。じゃあ次、息を吐くだになったら目を開けてください。で、ジャーナシールシャーサナね、最終姿勢をもっともっと長く保持してもいいんですが、それは皆さんがご自分でおやりになればいいことですから、こうやって今、最終姿勢皆さん作ってもらいますよね。で、これをじーっとやってて、足引っ張ってね、両肘ついて、右足も乗せて、この太ももを圧迫して、自分の腹部をも逆に圧迫して、下、上、どっちも圧迫して、ですからマニプラチャクラをこう刺激しておいてね。それでこうやって、まあ僕の場合は頭の中心、この場合なんですが、ここで僕の場合には、クンバカも入れますけども、こういう姿勢で息吸った後、で、クンバカやって頭の中心にダーラナするんですが、そういうことも入れていってね、その後起きたら僕はもうこれ やめてすぐこう組んで、そのまま、起きるときもね、ここから起きていくときにも、足を動かしているときにも頭の中心に捉えつつ、そのままやってますので、座った時にはもうそのままダーラナ成立してるっていうふうにやってますけどね。まあそのようにやっていけば、そのアーサナも大変役に立つと思うんですね。まああとまた時間があった時に右側でやって、さらにクンバカも入れて仕上げていきたいと思います。じゃあアーサナにそんなに時間取れませんので、アーナパーナサティの方に入りたいと思いますので、このテキスト出してください。で、この時間帯は21ページからです。予定としてはですね、そこから29ページまで行きたいと思います。じゃあ21ページ行きましょう。修行僧の皆さん、この相談の中にはアラカン。まあアラカンっていうのは皆さんもよく聞くと思いますが、パーリ語ではアラハンと、それからサンスクリットと、サンスクリット語ではアルハトと言いますね。となり、ロっていうのは煩悩のことです。心の汚れって、分かりやすく書いておきましたが、ね。で、煩悩っていうのは何でしょうね。悪いこと考えるとか、そういうことでしょうか、ね。その一点集中していない全ての思いを煩悩というわけです。ですから、雑念妄想ってよく言われますがね、その雑念妄想っていうと悪いと思うでしょう。ロっていうとね、漏れてる。まあ、心の汚れとかいやらしく思いますがね、その一点集中から外れたこと、全ての思いですから、いいこと考えてもろうなんですよ。座禅してて、これから僕が息の観察やってくださいって言った時に、皆さんがね、社会福祉のこと考えてても、それはローなんですよ。全ての思いはローなんです。漏れ出てくるわけでしょ、皆さんの頭から。ロー、まさに染み出て漏れてくるわけですね。計らいです。いいことしなきゃ、ねばならないという擦り込み。じゃあ皆さん、どうしてね、社会福祉のことを考えるのかって言ったら、そういう擦り込み、社会の中で生きてて受けたからでしょ。そこから自由になってるならば、そういう思いすら出てこないはずですね。で、社会福祉やるべき場じゃないのに、社会福祉のことを考えてるっていうのは、いわば遊びなんですね。悪いけどね、こんなこと言ってね。で、そんなこと考えなくても、その場に行ったら、福祉できる人が社会福祉がいる。で、ロっていうのは、あらゆる、その、一点集中から外れた思いだっていうことですが、まあ、心では、ここでは普通、訳されるように、煩悩、心の汚れって書いてきますが、なく、苦境を得て、なすべきをなしっていうのは、苦境っていうのはもう、究極の境地っていう意味ですね。サーク行動老子の表現で言いますと、行き着くところへ行き着いた人生っていうことですね。それを得て、なすべきことをなし、つまり、今生生まれてきて、自分のなすべき本務ですね。私はこれをなすんだっていう自分の業をはっきりと認知、認識して、それを一瞬一瞬、労なく、計らいなく、余計な思いなく、一瞬一瞬、食べるときには食べ、寝るときにはね、行するときには行し、そういうことをできる人のことですね。で、そういうことをできる人が、その重荷を下ろしているわけです。そういう修行しないですね。
朝何時になったら会社に行かなきゃないとか何々しなきゃないってねばならないで生きてるのはもう社会のすり込みのままに流されて生きてるわけですから重荷になってるようなもんですね。重荷下ろしてみたらいいんですね。思考前に達し、思考前っていうのは自分のやるべき業、それを一瞬一瞬果たしている人ですね。すべての欠、欠っていうのも煩悩、炉も欠も同じことです。三要じゃなくて言いますかを滅し。ですから煩悩っていうのはね、その誰にでもあるんですよ。煩悩がなくなるっていうことはないんです。エネルギーの形態としてはあるんですが、それ使わないで一瞬一瞬やるべきことをやっていったなら、その他の余計な思いが出る隙間がなくなるので滅した状態と同じになるということね。そこのところラーマナ・マハリッサンは全ての思いを破壊するって言ってますけれども、ね、まあ滅するとか破壊するとかそういうことじゃないんだってよく禅宗の人たち言いますが、それは言葉であってね、言っておられるところは一緒なんです。ラーマナ・マハリッサンが心を破壊するって言ったなら道元禅師のひしりよっていうことと同じことなんです。だから表現の違いで他宗をですね批判するようなのは、まあ、そういうことを読むとですね、あ、この人はこれぐらいしか修行できてないんだなってすぐ分かるわけなんですね。万境起逸でして、神我意識、神我の完全権限に達した人は全部知ってるわけですから、そういうことにはもうとらわれなくなってるんですね。そういうことから見ると洋画の世界の人も禅の世界の人もだいぶ内山老師たちですらね、そうじゃないんだって症状を批判したり、洋画のそういう禅座禅のとと道元禅師の我が道元禅の士官方は違うのであるということを書かれたりしてますけども、ちょっとやっぱりその辺僕引っかかるところもありますね。非資料と心の破壊とか同じことで言葉の問題ではないんだっていうね、表現されたその言葉の世界で引っかかるっていうのは意識が粗雑な世界で遊んでるわけですから、ね、もっと奥に入ってみたなら分かり合えるはずなんですね。妙智を備えた下脱したビクたちがいます。ですからこの4ヶ月のリトリートをやってるその中にですね、釈尊がですね、もうブッダになった人がいますよって言ってるわけです。私と同意のブッダになった人たちがいますよっていうね。アラカンっていうのは最高位ですから、まあ、症状においては最高位とか何とか言うけれども、この場合にはブッダって釈尊が言ってるこのアラカン、アラハントっていうのはブッダと同じことですね。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。で、まあ、褒めるのとそうなりなさいという励ましとどちらもあるんですね。修行僧の皆さん、この相談の中には欲、頓、心、意、心、見、義、戒、言、守、あるいは戒、言、守という五家分結をすべて書く。五家分結とだけしか出てないんですが、でそれだけじゃわからないと思うので一応その5つの内容を入れておいたんですが、それでもわからないところあると思いますので、中村先生のですね辞典とか引いてください。でこの辺に関してはそのティク・ナート・ハン先生のね解説のところでもうすでに吹田ではやってしまってますので、ここで僕も詳しく再説する時間ありません、残念ながら。それでこの本の解説テープに入ってますのでね、それでこの本で出てきたところでやったところをね5月6月7月で終わってるんですね、多分ね。でその辺の5月6月7月のテープ聞いてもらったらですね、ここからあれこれ出てくるそのアラカンとかですね、その後右の22ページにとかね出てくる一来とか夜とかね、その辺も全部ツイッターで一応説明させてもらいましたので、ここでもう一度できませんので、聞きたい人はそちらのテープの方に頼ってください。かこのハン先生の中ですね、最後に英訳の中出てますが、英語で中出てますから、それも全部読み込んできましたので、そちらをやってみてください。あるいは仏教辞典買って自分で読むかですね。ここではあっさりそういう人たちがいる、いろんなレベルの人たちがいるっていうことを分かってもらえればそれで今は結構ですので、彼岸に到達してそこからこの輪廻生死の世界に不現、もう戻らなくてもいいっていうですね、となったビクたちがいます。彼岸に到達してっていうのはどっかに行ったんじゃないんですよ。そういう境地に到達してそこからもう外れなくなった人たちがいますっていうですね。どっかに行っちゃうんじゃないですよ。彼岸っていうのはここにしかないんですよ。自分にしかないんですよ。自分と共にしか。
修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。まあランク付けするとそのアラハンとアラカンのその次っていうことなんです。22ページですから、あの思考しかっていうふうにありますようにね、その最高位がアラカン、その2番目が普賢、普賢化を得た人っていうね、今度は3番目出てくるわけです。修行僧の皆さん、この相談の中には真剣義開言主という三欠、三つの煩悩です。欠っていうのは煩悩執着ですね、その結ばれたもの、それをほどけば単なるエネルギーの形態ですから。怒りもですね、自分で怒りを収めてニコニコしたら笑いのエネルギーになるでしょう。怒るというのも自分の心身のエネルギー、ニコニコするのも自分の心身のエネルギーでしょう。ですから怒りそうになったり、あるいは笑いそうになったり泣きそうになったり、全ては自分の保有しているプラーナというエネルギーのいろんな形態現れでしょう。でそれを縛っていて、どうしてもこう言われるとこう怒りたくなるとかね、こう言われると思い出すと悲しくなるとか、このことを思い出すと楽しくなるっていうエネルギーのね、このほどけた状態からの結ばれ方があるわけです。欠の仕方がその人に習慣となってあるわけなんですね、刷り込みとしてね。ですからそれが執着なわけです。それほどいてみればね、悲しくも嬉しくも何ともないっていう単なるエネルギーの存在になっちゃうわけですね。まあ、そういう欠執着を全て断ち、頓陣地という三毒を希薄にして一来、もう一度この世に戻ってくればもうそれで済むっていう一来となり、もう一度だけこの世に帰ってきて苦に終止符を打つビクたちがいます。まあその辺まで進んだ人がいますっていうね。で一来って言っても、スイタで言いましたように、もう一遍生まれ変わらなきゃいけないってことではありません。そのまま修行していって完全にほどけてしまったなら、もうアラカンになるわけですね。ですから一来とかっていうのは後からの分類でしてね、あるいはあのまあ本当に弁法なんですよね、方便なんですね、説明の仕方上層をなっただけの話でね、必ずしももう一度生まれ変わらなきゃいけないってことじゃないんです。ほどけるのは今一瞬ここでほどけたらそれで終わりです。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には真剣義開言主という三欠をすべて断ち夜となり、俗悪に落ちることなく欠乗して昇格への聖なる流れに心身を預けて前進しているビクたちがいます。まあ夜っていうのはそのブッダとなった人たちですね、その人たちが行っている修行生活、そういう流れ、聖なる流れに自分の心身を預けて心不退行不退の修行生活に入った人を夜というわけですね。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。23ページで、そこまではまあいわば修行者のランク付けですが、そこからあとはですね、まあ37菩提分法の内訳みたいなもんですね、修行形態のことに関しての説明です。修行僧の皆さん、この相談の中には信念所、受念所、信念所、法念所からなる四念所、サティパッターナの主従に専念しているビクたちがいます。でこのサティパッターナに成功するためにはですね、アーナーパーナサティをやったらいいっていうのがこのアーナーパーナサティスッタ の趣旨ですので、そこを今回あの一番眼目にして僕ら修行していくわけですね。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には断断、律儀断、随語断、手段からなる師匠言の主従に専念して、括弧内書いてあるのは一応原則としてパーリ語を載せておきました。サンスクリットじゃなく、まあ、これは南方仏教の経典ですのでパーリ語で書かれてますので、サンスクリットはよほど必要な時だけ、あのビジャーというと皆さんビディアという単語の方を知ってるだろうと思うので、ビディアとかは載せておきましたけどもね、その他は皆さんあまり馴染んでないものに関してはもうパーリ語しか載せてません。中村はじめ先生の辞典引くとパーリ語じゃなくサンスクリットの方がほとんど載ってますので、サンスクリット知りたい方はそちらの辞典等にお寄りください。で師匠言の主従に専念しているビクたちがいます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。だんだん律儀団随語団手段って言われても何のことか分かりませんでしょう。
で、これに関しては僕、白浜の方でずっと講習会やっててね、発祥堂終わって、その後市無料審、自筆者終わって、この前、師匠言、段段、立義段、随語段、手段も終わったところなんですね。で、90分テープ作ってありまして、そこから60分テープ作って、で、それ今、加藤さんにテープ起こししてもらってますので、で、それ、ワープロで売ってですね、それから、目で見る教材も作って、オーディオはもうできてるんです、マスターとかね。で、それ、通信教育で来年から始めますので、37五代文法をやりたい方は、ヨーガバーシティのですね、通信教育受けていってもらったら全部、勉強できるようになってますので、もちろん、修行として、知識じゃないです。だんだんっていうのはどういうことかとか、そういうことじゃないですよ。だんだんをどのように行ずるかっていう、その行法知のテープですね、とか、できてますので、また来年ご案内いたします。修行僧の皆さん、この相談の中には欲迅速、精進、精神じゃないです、精進迅速、心迅速、思迅速、あるいは思慮迅速からなる思迅速、チャッタロイディパーダの主従に専念しているビクたちがいます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。で、例えば何十人かおられますとね、やっぱりアーサナ必要な人もいるしね、プラナーヤーマ必要な人もいるし、瞑想必要な人もいるし、神話の探求必要な人もいるでしょ。ですから当然、相手の状況を見極めることができる指導者っていうのは適切なものを与えるはずですね。まあ、やるほどこれしか知らないって言えばそれを押し付けるんでしょうけども、本当はその人が本当に今必要とするものを紹介してあげたら、お伝えしたらいいわけなんです。こういうのありますよ。ですから質問ないときはあまりこっちから言わない。昨日も、加藤さんからあれこれ質問あったので、スバラヨガって脳波を沈めるプラナ、脳呼吸法っていうのがあるんだっていうのを話してたんですけどもね、夜に。で、皆さんが進歩すればそういう業法を僕の方で紹介するでしょうけれども、そこまで行ってない場合にはこういうのありますよって僕はあまり先のことは言わないんですね。今回これアーナーパーナサキとね、アートナビチャーラの触り合ってるのはもう平方以来ずっとやってきて、もうこれに入ってここでずっとやっていったらいいですよっていう意味ですね。ずっとやってきた方を主に対象にしてます。ほとんどそうなので。で、皆さんが またこのままやっていってくださったら、多分来年になったら、その四念処、サティパッターナの経典を作ってやると思います。で、ラーマナ・マハリシさんの他の本、もっとアートナビチャラ入れていくと思いますので、皆さんのレベルが上がったらっていう。で、まちまちですので、それは途中、息の観察の仕方とか、アーサナとか、途中放り込んで補っているんですが、全体レベルの時には、ある程度妥協してやらないといけないです。平瀬とかに来てもらって、4、5人グループの時には、4、5人のレベルに合わせてやってるので、全く全然違うスタイルになったりしますので、僕は自分でやりたいからやってるんじゃなくて、皆さんに合わせて一応やってるんだとお考えください。もちろんこっちでラマナ・マハリシさんやりたいからっていうあれもあるんですけども、そしたらその次、修行僧の皆さん、この相談の中には真言念情へからなる可能的力としての五根、ここややこしいですが、その次の五根と五力ですね、これは内容は真言念情へって一緒なんですね。で、五根の方はですね、前にも言いましたように、根っていうのは根が張ると上にですね、茎葉を茂らせて花を咲かせて実をならせるというその可能性を与える力を持ってるわけです。ですから可能的な力なんですね。で、誰にでもあるんです。真言念情へっていう可能性はですね。で、その可能性を自分で磨いていったならば、その真がですね、可能性じゃなく現実の力として働くっていうになるのがその次の五力っていう方なんですね。それでおかしいですが、可能的力としてのってカッコ内に入れておいたんです。五根の主従に専念しているビクたちがいます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。で、可能性をですね、毎日毎日やっていくと本当に双葉が出て、それから小さな苗になって、それから成長して花咲いて、蜂や蝶が飛んできて、交配してくれると実がなるわけですね。
修行僧の皆さん、この相談の中には心、言、念、上へからなる今度は具体的力としての五力の主従に専念している。具体的力が出てもそれを練り上げていくっていうことが必要ですから、アナパーナサティスのやり方知りましたっていうだけではダメなんです。知ったが上にもやっていく、主将一如ですね。あるいは行事同感、どこまでも続けていくっていうことが必要なんですね。まあ、行事同感っていうのは道元禅師が言ってることですが、行事っていうのは行事していくこと、そういう道が感和ですから終わりがないんです。ぐるぐる回って終わりがないんです。の主従に専念しているビクたちがいます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には念、着法、精進、気、教安、上、者からなる七角士、サッタボジャンガーの主従に専念しているビクたちがいます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。で、順番としてはアーナーパーナサティやって、それからサティパッタナやって、そしてこの七角士、サッタボジャンガーに入るとされてますね。修行僧の皆さん、この相談の中には小賢、小子、小吾、小豪、小妙、小精進、少年、少女からなる聖八正道の主従に専念しているビクたちがいます。まあ、この八正道については、まあ、皆さんよくご存知でしょう。まあ、僕らも講習会でだいぶやってきましたね。これはもう90分テープから60分テープからビデオからも教材あり余るほどもう僕ら作ったんですね。で、テキストも今やってますので、来年から発行していきます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。25ページに行きます。修行僧の皆さん、この相談の中には自、ここから自悲喜者、死、無良心ですね、メッタ、サンスクリット語でマイトリーの主従に専念しているビクたちがいます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。で、くどいですので、その反復避けてちょっと時間節約しましょう。この相談の中には非カルナの主従に専念しているビクたちがいます。これで慈悲と出てきましたね。その次、この相談の中には気ムディタの主従に専念しているビクたちがいます。カルナとかムディタとかパーリ語とサンスクリットも一緒なので、かっこない一つですね。その次は慈悲気の次のシャですね。この相談の中には者、ウペッカ、サンスクリットはウペッシャの主従に専念しているビクたちがいます。要するに、死、無良心、あるいは死、凡獣を主従している人たちがいますっていうね。それから26ページ、修行僧の皆さん、この相談の中には、不浄観、アスダ・バーバナーの主従に専念しているビクたちがいます。不浄観っていうのは、四念所のうちのね、心、体ね、体が不浄なものであるっていうのを見ていく修行形態です。で、この不浄観は中国にも入っていったんです。インドから南方にも行きましたし、それから中国にも行ったんですね。で、ダルマ禅師が行った時点でですね、本来症状ということになって、その不浄観、例えば人間が死んでいって骨がバラバラになってですね、その骨にですね、血がついた肉の散乱したものがくっついているとか、そういうところをその念じなさい、頭に描いてですね、人間の体っていうのはいつかついえていくものだ、無常、常ならず変化して朽ちていくものだっていうようなことをこう観察させる不浄観がですね、そのダルマ禅師が行った段階で、その四念所がですね、まあダルマ禅師の場合には二入四入って言ってますね。離入と行入で二つが入る、それから四つの行、四つの行の基本形はその四念所なんですね。で、それがダルマ禅が日本にですね、ずっと伝わってきて、入場禅師を経て日本に道元禅師がですね、それを持ち込みましたので、こういう意味での四念所っていうのは禅宗では普通はしないわけです。士官多座とか公安禅の方になっていった、神奈禅になっていったわけですね。ところが南方系ではこの相変わらず空浄観っていうのをやってて、ティーク・ナート・ハン先生もそういうのを紹介しておられます。で、僕はこれは必要ないと思います。っていうのは、瞑想中にやるべき問題じゃなくて、普通見てたらいいと思うんです。私の体っていうのはなんと汚い、毎日食べて便が出て、便がたまれば便秘になるでしょう。吹き出物出たりとか、その人の皮膚にですね、内臓の調子全部出ますから、
わざわざ瞑想しているときにですね、死んだ状態とか思い浮かべずに、生きているときになんと自分の体っていうのは不潔なんだかって、そう見ていった方がいいと思うんですよ。現実問題として見ていった方がいい。目つむってですね、自分の死んだところイメージするよりも、今先じゃなく今ここ自分の体見ていったらいいと思うんですね。座ってられない、なんて私の内臓は不浄なんだろう、それが足に出て経絡に出てしびれる、だらしないって、今ここ見ていったらいいと思うんですね。で、不浄感っていうのはもう主観ただの中に消化されると思いますので、特別必要じゃないと思います。そういう意味では後からこういろんな人の手が加わった四念処やるよりもアーナーパーナサピやってた方が僕はいいと思うんですね。今ここ離れないですみます。その不浄感あんまりやりすぎるとですね、昔の掃除型みたいに本当に墓場に行ってやって、いつでも刺繍が漂ってるのでね、虎やそういう動物でさえ寄りつかなくなったって、そういう行者になっても何にも意味がないですから、ね、本当に不浄ですね、それはね。不浄感じゃなく不浄そのものですね。修行僧の皆さん、この相談の中には無常相、常ならず変化する刻一刻全て万法は変化しているっていうですね、アニッチャ、アニティアの主従に専念しているビクたちがいます。これは見ていったらいいです。こう喋ってる瞬間にも皆さんの細胞は死に、また新生細胞が生まれ、そうなってもう激しく新陳代謝してるわけですから、そのことは忘れない方がいいと思います、ね、で、この相談の中には呼吸瞑想法であるアーナーパーナサティの主従に専念しているビクたちがいます。で、このアーナーパーナサティの説明に入っていくのがこのスッタ経典の趣旨なんですね。で、27ページはそのハン先生の本から取った借用させてもらった図解、まあ菩提樹のところでゴータマブッダがですね、あの出家僧相手にお説法されているところですね。で、28ページ、アーナーパーナサティについてってありますね。ここからが大事なところですね。修行僧の皆さん、アーナーパーナサティを主従し深めていけば大いなる功徳が得られます。修行僧の皆さん、アーナーパーナサティを主従し深めていけば四念処サティパッターナの成功に導かれます。ですから、やるべきはアーナーパーナサティっていうね。で、四念処を主従し深めていけば七覚士の成功に導かれます。で、七覚士を主従し深めていけばどうなるのか、どうなるのかっていうようなことを今説明しておられるわけですね。完全な理解実践力である明智、ビッジャー、ビディア、知恵のことですね。じゃあ知恵っていうのは何かって言ったら、ハン先生は理解力であるってアンダースタンディングっていう英訳をつけて非常に分かりやすくしてくれましたね。で、理解するだけじゃちょっと足りないから実践しなきゃいけないっていうので、僕理解実践力って補っておいたんですね。ですから知恵があるっていうのは全ての状況を理解してね、それを解決する能力、実行力があるっていうことですね。知ってますよっていうのとは違いますね。ですから、アーナーパーナサティに関して明智があるっていうのは、アーナーパーナサティを行ってですね、体も息も心もほどけた状態になった人がアーナーパーナサティの明智を得たっていうですね。アーナーパーナサティのパーリ語はここから出てましてね、英訳にはこういうのがあってね、日本語ではこういうの出てましてねって、それはね、知恵とは関係ないんです。知識に過ぎないんですね。と、ゲラツ、ビムッティ、ビムクティ、で、ムクティというのはほどけたという意味ですね。緩んだ、すっかりリラクセーションを得たという意味ですから、それが体、息、心、つまり体のブッダ、息のブッダ、心のブッダ、人間存在のすべての領域にわたってほどけた人、ですから下脱した人を仏っていうわけですね、が完成されるのです。ですから仏になるための大前提がアーナーパーナサティだということですね。29ページ、それならば修行僧の皆さん、大いなる功徳をもたらすアーナーパーナサティはどのように主従し深めていけばよいのでしょうか。で、釈尊は非常に上手ですね。じゃあどうしたらいいのでしょうかって、まあね、知りたいと思わせておいてですね、説明するわけですね。修行僧の皆さん、それはこうなのですって、ここからがアーナーパーナサティの一番大事なところです。そこからね、16番書いてある33ページ、ですから29ページから33ページまでが一番大事なところです。で、16項目出す前にですね、アーナーパーナサティの修行者は森に行くか木の下に行くか、あるいは空き家に行き、まあ、静かなところに行きっていうことですね。上所っていうことです。静かなところ、上所に行きっていうことですね。そこで結果不座で昇進短座しと書いてますが、これは別に結果不座じゃなくてもよろしいです。半角座でも
ヨガのアーサナでも、あるいはシャバーサナでも構いません。とにかくその次の気づきに満ちてて、これが大事なんですね。まさに気づきを持って息を吸い、気づきを持って息を吐くのです。ですから、今、ここ、息。さっきやった、今、now、here、ここ、in で入れてやって、息の流れをイメージして、それを追いかけて、そこから離れないっていうこと。それがアーナーパーナサティの基本なんです。もちろん、腹式や腹胸式でも構わないですよ。じゃあ、テキストはここまでですので、それでね、その、アーナーパーナサティやるためのですね、呼吸法があるわけですが、これにテキストに出てますでしょ。プラナーヤマって、その次の1ページからね、ナーディーショーダナから写真入りで出してますでしょ。この前にね、やるべきことって言ったら、腹式と腹胸式呼吸なんです。で、ちょっとビデオ教材作んなきゃないので、一度だけ僕、上半身、こうやるんだってお見せしますので、確認してね、腹式とね、腹胸式のね、違いね、覚えておいてください。もう11月は寒くて通りんでやれないと思いますので、1回だけしか僕もやんないと思いますので、ビデオ撮っておいてもらって、腹式と腹胸式の動きの違いですね、それやっておきますので、後でご自分でね、確認してみてください。女性は多いですから、ではやってみましょうってわけにいきませんのでね、僕も見たくないですから、自分でやってください。それで、僕は普通こうやってるんですが、でお腹、最初腹式ですけれどもね、息を吐くと言ったら胸は使わずにね、これぐらいまでです。で、ここからウッディアナバンダやるとかね、そういうことじゃないんです。腹式って言ってるのはそういうことせずにですね、ただ息を吐いていってお腹をほどほどに引っ込めるだけです。で、息を吸っていったなら、で、ここまででとどめておいて胸を動かさないわけですね。で、また何回かやってみますと、これが腹式呼吸のお腹の動きです。で、腹胸式、お腹と胸に入ってきますと、吐いた状態がこうです。今吸い終わった状態です、お腹で。で、これ、さらに吸おうと思うと胸使わないとできないわけです。で、ここからお腹膨らんだ状態からね、息吸いでいくとどうなるかっていうと、で、胸が膨らんだ時にはお腹は引っ込むわけです。ですから最初は腹式でお腹出しますが、腹胸式に移った段階ではね、お腹は引っ込んでいって、それから胸が開いていくということなんですね。で、胸が開いた状態で息吐いていく時には、最初引っ込んでいたお腹が戻って、それから胸とお腹と一緒にすぼんでいくわけです。そこのところ連続でちょっとやってみます。今吐いた状態ですね。で、これにクンバカ入れていきますと、こんな長さになっていきます。で、今吐き終わった状態で喋ってますので、クンバカ入れませんが、その次吸った後、胸開いた状態でほどほどのクンバカしておいて、で、吐いていってお腹引っ込んだら四足ですね、吐いた後のクンバカ。
冷釈迦君バカも入れていくと1回の長さはだいたい僕の場合はこんな風になりますっていう。これで1ラウンド大体ですね。まあ、そんな風になっていくわけです。で、複式と複胸式の、違い、大体お分かりいただけたと思いますので、特に複式呼吸、複胸式の時ですね、最後、お腹引っ込んで、こうなってるんだっていう、それで、お腹緩んで、それからもう一度引っ込んでいくんだっていうところですね。そこは、ご自分で確認してやっていって、その複式とか複胸式呼吸ですね、それだけで息の観察やっていってもよろしいわけですね。それプラス、アヌローマビローマとかパラーナシュッディとかね、マハーナーディシュッディとか組み合わせていったらさらに結構かと思います。じゃあ時間来てると思いますので、最後に皆さんも息の観察をやって、何でも構いません、ね、串でも胸式でもその他の呼吸法でも構いません、ね、じゃあ息の観察にお入りください。で、腹胸式呼吸を用いていても息の観察が深まると、さっき僕がデモンストレーションやったみたいなオーバーのアクションじゃなく、それが非常に滑らかになっていって、だんだん気迫になっていきます。息の観察が深まると体の動きも滑らかになって、だんだんいわば気迫になっていって、無呼吸状態ケーバラクンバカに近づいていくんですね。さっきはデモンストレーションとしてはっきりやってみせたわけですけれども、息の観察始めて数分もしてしたら、僕はあんなことはやってません、あれをごくもっと平らかにしたような感じで
ただお腹も胸も使うので息が長くなるというようなことなんですね。まあ腹胸式呼吸に関しては十分ご自分でご研究ください。で、アーナーパーナサティをどうするかといういいところに来ましたので、次からそれに入っていきましょう。では次、息を吐く段になったら、どうぞ腰、背中、首、頭の力抜いてダウンとリラックスなさってください。足もほどきたいと。じゃあ、時刻が来てますので、ここまでにと思います。